近世の白石垣石垣の積み方では、主に戦国時代以降の日本の寺院、城郭の建築技術である石垣の工法と種類について解説する。戦国時代に城郭が発達するとともに石垣も発達し、全国各地に、あの宇州、越前州、尾張州、長袖州など、石垣州という石膏集団が現れ、建築を担った。戦国時代以降の石垣は、 主に、空積みという技法が用いられる。対して、粘土やモルタルなどを練り込んで、石同士を接着する積み方を、レンズミという。レンズミは、コンクリートやモルタルを接着剤として石垣志向に、用いられている、近代工法での例が多い。上格で用いられた例は少なく、釜の波状などに見られる。また加藤清正が手がけた。 慶長15年の名古屋城天守石垣は裏めに、叩きを用いた一種のレンズ味である。近年では、広崎城、高松城、仙台城、白川小峰城、熊本城、日本松城、丸亀城、郡山城などで大規模な石垣の修復、積み直しが行われている。石垣の石は、石垣の出隅に積まれる墨石と塗り面に積まれる、月石や平石で構成される。 底の部分の石のことをネイシと言い、最上部に据える石のことを天売石という。り土、または既存の斜面に断上の切り目を施し、そこに当たる根元に溝を掘って、ネイシを置き並べ、砂利や割りくり石という小さく砕いた石を積み石と斜面の間に積めながら、石を積み重ねる。地盤が弱い場合は、根切り部分に松材の杭を打内丸太を並べるはしご道着という基礎。を。 敷いた。松材は水中に沈めておくとほとんど腐敗せず長持ちするため、はしご道着は主に水に接する石垣の基礎に用いられた。月石や平石の裏込み石側には解析を添えて角度を決める。尻側が上がっている石を逆石と言い滑りやすく、ハラミの原因となる。積む石については以下に述べるが、無加工であるものや加工したものも用いる。 切り込みぎや打ち込みぎのように加工した石を用いる場合は石同士との隙間が狭まり排水効率が弱まるため排水路や排水口が通される。狭間と西方達明が共同研究実験を行っている。実験用の実物を石垣で計測した結果600ガルを超えるあたりから変化が見られ始め石垣にはこれまでの研究以上の耐震性があることが分かった。 コンクリートブロック壁の強度を上回る実験結果もあり、新名神高速道路の一部など道路に使われる場合もある。石垣は加工程度によって、のずら積み打ち込み歯ぎ、切り込み歯ぎの三つに分けられる。歯ぎとはつなぎ合わせるという意味である。のずら積みが最も古い年代に現れた積み方で、次に打ち込み歯ぎ、切り込み歯ぎの順であるが、 切り込みはぎの石垣が現れた以降も、のずら積みの石垣が見られることもある。のずら積み打ち込みはぎ切り込みはぎ石垣の積み方は、布積もると乱積の二つに大きく分けられる。石垣最上部の天板が垂直になった箇所を、雨落としといい、その下に反りがあるものを、寺勾配、雨落としが浅いないものを、宮勾配、扇の勾配という。布積み、 乱積また布積もるの発展型とされる製造乱積もある。大きさの違う長方形の石を使い、横目を通さないため布積もるより崩れにくい。巻石垣三木積谷積木工積み玉石積、み、笑い積み。ありがとうございます。